金森通林は日本の宗教家、牧師。別名はポール金森。晩年は湘南の霊山に隠居、原始的な洞窟生活をして、今千人と言われた。政治家の石場茂は総尊にあたる。日後国玉名軍に豪し金森茂造の次男として生まれた。その後、一家はどういう理由からかわからないが、 和美あさこお山村に移り住んでいる。明治4年、日清堂に入塾。明治9年1月30日の夜、花岡山山上の金掛け、松の下に、洋学校の生徒35人が集まり、法教主意書を読み上げ、キリスト教精神を新しい日本に宣布することを誓い合った。これは、熊本バンドと呼ばれている。これに加盟した人々の中には、 本山村に在住していた、金森のほか下村光太郎などがいた。同年8月、熊本洋学校卒業。同年9月、同志社入学、新島城より受選。熊本バンドで同志社英学校出身の日本組合、キリスト教会岡山教会牧師、金森通林明治12年6月、同志社進学加卒1883年の、 第3回全国キリスト神と大神牧会の幹部、金森は、後ろから2列目の右から4人目明治13年10月、日本組合キリスト教会岡山教会牧師。岡山教会牧師時代に、熊本バンドのメンバーと東京の新坂江教会で、開催された第3回全国キリスト教神と大神牧会に幹部として出席する。明治16年6月、 同志社普通学校長研進学校長。明治17年7月、東京番長協会牧師。明治18年、自由党入党、自由新聞出出明治21年、同志社長代理として同志社大学設立の募金運動を推進。明治31年、帰郷を宣言し、2月には大倉省職宅となり貯蓄奨励運動を行う。 大正3年、妻の死を通して、信仰を回復して、キリスト教への再入信を表明、旧世軍に入隊する。昭和2年3月、ホーリネス教会入会、中田重春が教会を挙げて協力する。東京聖書学院の名誉教授に迎えられる。キリスト教参考領を改定して出版し、神、罪、旧の参考領を解く、金森伝道を展開。 100万人給霊運動を提唱し、ベ魂コンりという言葉で会員たちを鼓舞した。昭和3年、柏木聖書学院の名誉教授に就任する。昭和5年1月、渡米する。ホーリネスリバイバルの時には日本にはいなかったが、後に運動の中心的な役割を果たす、地方教会を回って、神道を激励した。昭和7年3月、娘が胃がんになり、 神への祈りに没頭するが、死去する。これがきっかけになり、ホーリネスを奪回する。昭和20年3月4日、福島県郡山市で死去。墓は、東京都府中市の玉霊園にある。旧西軍時代の軍服姿の金森通林金森一家が養蚕業を始めたことについては、石光牧代の城下の人に、本山村にも、 新しい風が吹き始めた。ついこの間まで、元山連と言われて村人から尊敬されていた、人々も一人かけ、二人かけ、次々に村を去っていくし、実学派に属する、人々のうちでも、竹崎、古昌金森の三家は、養産業を始めて、春になると、たくさんの村人を雇って、くわみに買いこいに、大変な、忙しさ、とある。このか 金森家の近くにあった三村家も養蚕業を始めている。これは明治になって、氏族は生活の手段を失い、急防化していたということもあるが、日清堂の竹崎茶道による影響が大きい。竹崎自身、自宅内に産出を作り介護の飼育をしており、かねてから、これからの日本は、生茶、生紙養蚕、牧畜などの食産工業を盛んにすることが最も、 重要であると言っていた。ちなみに本山村で養産業を始めた人たちは、竹崎の強い影響を受けた元山実学等の人たちであった。金森通林関連系図。ありがとうございます。